憧れとかいろんなもの吹っ飛ばして、うん、分からんさすぎるんで、うん、アオサギ、うん、アオサギの役、ね、そうそう、変な役でごめんねとか言われて、いや別にみたいな。でとりあえずその家でさ本当の詐欺の動画とか見まくったわけよ。したらすっごいダミ声っていうか、うん、なんか音なんかノイズのような、うん、なんかギーっていう音で鳴くわけね、うんうん、そうだからその引き出しをどう作っていいかも分かんなくて、うん、宮崎駿さんは喋ってないというか、うん、でもこれを聞いてるんだろうなっていう緊張感はあるわけ、うん、で何パターンかこう当ててた中でそれみたいなのだけくれたの、それがいいですみたいな、それがいいそうですみたいなのがこう聞こえてきて漏れ聞こえてきてそうそう神の声、神の声が聞こえてきて、でもその瞬間からは早かった。なんだろうねあの感じ、なんか気持ちよかったよ。